メリークリスマス。こんにちは、乃木坂46の与田祐希です。今日は乃木坂46写真集乃木撮ボルさんの発売を記念したボリューム3の発売を記念した配信です。よろしくお願いします。はい、そうですね、近況、最近はですね、ここにはないものの歌披露をたくさんしてて、飛鳥さんにも引き続きご飯行きましょうよって言い続けてます。まだ行けてないけど、でも行ってくれるらしいです、そのうち。はい、そして家ではこんなこと、家では、あ、昨日真夏さん家に蓮香と私と梅ちゃんと一緒に行ってご飯を振る舞っていただきました。鍋と肉じゃがとアボカドのやつ、生魚とか入ったやつとか、いちごとかいっぱい、ピーマンのやつもあった。すごい幸せでした。今年のクリスマス楽しみにしていることは、イルミネーション、すごい木がいっぱいキラキラしてるから、そう、イルミネーション見に行きました、でんちゃんとはずきと。そも最近焼肉に行ってイルミネーション見て、なんか道端の人に写真撮ってもらったりして、写真も撮ったんでそのうちあげます。はい、そんな感じですかね、最近のことね。スクショタイム、スクショタイム、スクショタイムします。あの鼻のやつはいらないですか。あった。そう、やっぱこれがないとスクショタイムはできないです。ふい、トナカイポーズ。トナカイポーズ。なんだトナカイポーズ。はい、よろしくお願いします。クリスマス、今日はクリスマス会をやりながらまったり1年振り返っていきたいと思うんですけど、あの、一人ぼっちのクリスマス会ほど寂しいものはないのでいっぱいコメントくれたら嬉しいです。お願いします。何卒、ちょっと寂しい今。はい、そんな感じで、そんな感じで、こんな感じで、もうちょいつけとくか、外しますか。もう外しちゃおう、外しちゃおう。じゃあただのトナカイになりまして、はい、こちらが乃木撮ボリューム3 3 はい、乃木撮とはメンバー同士で撮影したオフショット写真集です。これも全部メンバー同士が撮影しております。で、今回は第3弾となる写真集で、2020年から2022年までの約3年間の写真が収録されています。3年間、掲載枚数は777枚、語呂がいい前作から約150枚増えて過去最多枚数になっております。じゃーん、こんな感じ。あ、ピンボケ、あ、見えるかな。そう、こんな感じです。すごい、2020年だから幸せの保護色からここにはないものまでの写真がいっぱい詰まってるので、結構懐かしい写真もいっぱいあるんじゃないかな。私も髪短かったり、これは猫のポーズ無理やりしてくれましただから、そう、この服ももちゃんのブランドのフィルムのやつなんですけど、そう、これを作ったももちゃんがアイドルしてるところなんかも見れちゃったりする貴重な本になってそうです。早く見たいな、懐かしい。
これで、あとは、まあ、これはツアーの時、神宮で、これは結構前の、結構前だな、銀行か。で、これこう、キセイちゃんもいたりして、みんな可愛い。可愛いな。はい、ショールーム配信中に、ツイッターでは、乃木撮3でツイートお願いします。盛り上げてください。何卒。今日いっぱい何、今日の口癖だ、何卒。なんでやろう。まあ、いっか。はい、これですね。お願いします。あ、そう、私今日髪黒いでしょ。そう、今日染めたてほやほやで、ついさっき美容院行ってきたばっかだから。そう、気づいた人すごい、さすが。しかもサラッサラです。うん、ですね。 はい、あ、しかもじゃん、画面下のカートマークから写真集を購入するとショールーム限定特典がついてきます。そう、これポスターなんですけど、私は猫とウサギと黒猫で、3人のポスターが ついてくるんですけど、私前歯出ちゃってますね。なんでだ、前歯出したっけな、無意識に。でもウサギじゃなくて猫なのに、おー、なんでだろう、ウォンバットに影響されたのかな。 歯出ちゃった、恥ずかしい。 アイドルやってるアスカさんどう？いやー、そんなもう皆さんが一番わかると思いますけど。 すごい、もうトップアイドルですよ。かわいい。あと、あのね、膝枕の映像出てたじゃないですか、私と瑞稀と飛鳥さん。なんか自分のはちょっと恥ずかしくてあれですけど、可愛かったですよね。私は瑞稀の撮りました。まだ見てなかったらちょっと見た方がいいかもしれない。うん、寂しい、一人。 はい、ではでは。お、こんな寂しい時に救世主やった。じゃん、クリスマスケーキだ。嬉しい、今年も食べれた。やったね。え、これは食べていいんでしょうか。やった。え、ケーキってどこから食べる人？どっから食べるもの？私はね、いちご。ちょっと一回、すとこ知ってますか？知ってなかったら気にしないでください。 こんちゃー、ぐるぐるー、いちご星からやってきました、ストロベリーの生まれ変わりことすとこだっちゃ。 きっつー、一人でやんの。もういつも一人か。なんで笑ってるんですか、リスクエストしたいって。 すごい、もうほんと怖い。食べちゃう。おいしい。 やばい、マジで急にキャラ変して 恥ずかしい。 みんな結構知ってくれてるんですね。そう、偉いって言われた。偉いよ、本当に。おいしい。 おいしいよ、頑張った後のいちごは。うん、めっちゃ美味しい。チョコ持って、画面によって、こちら こちら1224番。
メリークリスマスでございます。あ、ポケちゃうポケちゃう全然全然うまくできない。うまい、チョコっておいしいな。ごちそうさま。鼻にクリームつけてください。嫌です。鼻にクリーム、みんなつけるんですか？みんなつけるのかな？カッキーもつけて、ん？カッキーもつけてくれた？あ、そっか、乃木撮の中のカッキーは鼻にクリームをつけてくれたらしいです。遠藤さくらもつけてくれたらしいです。見たかったらそれを見てもらって見てください。はい。私はもう元々ついてるから。はい。お、この写真は、これは銀行の時な気がする。アスカさんと、でもアスカさんがこんなねポーズしてくれるのは貴重な気がするんで、いい写真ですね。どう、これ松村さんが撮ってくれたのか。懐かしい。私髪こんな感じだ、短っ。懐かしい。でもこの時すごいアスカさんノリノリでポーズしてくれて、もっといっぱい撮ればよかったな。でもいい思い出だ、楽しかったな。で、これはロックだぜ、神宮ですね。神宮で梅ちゃんとしおりと山下が撮ってくれた。やっぱそう、やっぱり覚えてる覚えてる。これはまだ記憶が新しいんで、なんかノリで特に何も決めたわけでもなく、こう自然に気づいたら撮られてました。サイズ感が大中小。おお、確かに。あ、でもこう大中小で並べばよかったかな。いい写真、すごい。でも何枚あるんですか。777枚。こういうのが777枚載ってるんで、すごいね。全部見てたら1週間ぐらいかかりそう。全部コメント付きです。そう、あのこの辺にその時のエピソードとかも書いてあるんで、隅から隅まで見てください。777枚の写真とコメント見るのってどんぐらいかかるんだろうね。ちょっとチャレンジしてみてください。面白そう。お、これ焼き芋、焼き芋女なので焼き芋があるとすぐ飛びつきます。これはね、乃木坂スキッズの楽屋に焼き芋を差し入れしてくださって、一番に飛びついた時の写真です。この時もまだ毛が短い。これ何年だ、結構前か、2020年とかなのかな、毛の長さ的に。ちょっと若いかもしれない。気持ち、持ちギャグ、焼き芋やってください。ギャグじゃありません。ギャグじゃありません。どうしよっかな、どうしよっかな。焼き芋、
りました。カメラ前で近くで、ああ要求が激しいよ。え、焼き芋合格、えらい、褒めて伸びるんでいっぱい褒めてください。褒めて、ああ結婚して、めっちゃ最近結婚してってコメントくる、しないよ。はい、これは、あれね、私がなんか勝手に振られてたやつですね。乃木中でここ2人がなんかいい感じのになってて、私が山下に告白して、まあ与田でいっかみたいな流れがあったやつ。私知らなくて、その時収録で与田で、え、今与田でいっかって言った懐かしい、ちょっとショックを受けました。与田でいっかだって、ダメだよダメだよそんなの。でもこの二人の声の続きは見たいですね、どっかで。はい、次の写真いきます。はい、幸せの保護色の MV 撮影の一期生の先輩たちですね。かわいい。そっか、この時からの写真が入ってるってすごい、エモい。エモいです。綺麗だな、綺麗だな、かわいいな。ほら、ちゃんとよく見てください。生田さん、白石さん、松村さん、真夏さん、この間生田さんどうでしたか。あ、でもこの間、最近、一番最近だと FNS 歌謡祭であって、わーって言ってちょっとハイタッチしちゃいました。ハイタッチできました、嬉しかった。でもあんまり時間が合わなくて、その通り過ぎる時しか会えなかったからハイタッチしかできなかったけど、うん、ハイタッチできました。はい、お次、お、ご期生ちゃんたち、お、かわいい、みんなかわいい。でもみんな年下なんですよね、不思議だな、なんかしっかりしてるから。みんな、そこの間さつきちゃんがあの仕事の現場でちょっと遠くにいて、なんかすごいニコニコしてこっちを見てくれて、なんかすっごい可愛くてちょっとやられちゃった可愛かった。あとさくらちゃんとかお洋服もらってくれたり、すごい、新曲センターもすごい可愛かった。めっちゃ可愛い、みんな可愛いよ、みんな可愛いよ、癒されますね。だってみんな10代ですよね。どうしよう、中3、小川彩ちゃん中3だって、どうする。中3、え、じゃあ最近まで小学生だったってこと。中3私の中3はなんだろう、なんか石蹴って帰ったりしてたし、なんか泥団子とか人に投げたりしてたかもしれない死なそう、死なそうですよ、泥団子人に投げたりね、えらい。うん、これは私だ、寝てます。これはなんだろう、いつだろう、寝てたから覚えてないけど、よだねえ、やめてくださいよ、ちょっとこれ貸して、いや、これの、こんなことしないでください。こんなことしないでください。でもちょっとよだれ垂れてそう、この口。正直ね、ちょっとだけね。でもすごい寝てますね。でもお母さんから撮られる寝顔とかもっとひどい顔してるから、やっぱお仕事モードの寝顔なのかな、これは。本当のやつは
見せられないけど、でもこれも本当に多分爆睡してた。なんでだろう、全然違う。角度よく撮ってくれたのかな、カッキーが上手に撮ってくれたから。そっか、私じゃなかったカッキーありがとう。うん、でこれは超最新ですね。めっちゃここにはないものの MV、 屋上で待ったやつ。すごいね。でも寒いかなって思ってたんやけど、意外と寒くもなくて、天気もめっちゃ良くて、なんかみんな綺麗だし、なんか天国にやってきたみたいな気持ちになった。楽しかった。これも真っ白のね。あ、今日も白だ。そう、真っ白。衣装もねすごく好き。ここにいるあやめちゃんが可愛いね。可愛いピースしてる。現場でアスカさんと真夏さんを私が撮って、偉いですよね。あの写真良かったですよね。見ました。でも真夏さんのインスタとかにも入ってるし、乃木札、乃木札にも入ってたんですかね。乃木札にも入ってます。私結構撮った気がする。チェックしてみてください。なるほど、並べてみてくださいということですね。一番最新のやつと、ここからここまで、ここからここまでがギュッと777枚が一冊に詰まってます。こんなことないよこんなことないよ。すごいよ。すごくないですか、3年分の写真が。なんかね、表情とか変わってそう。髪とか表情とかメイクとかいろいろ変わってそうですね。真夏さんだけどっちの写真もいる。真夏さん変わったかな。あんま変わってなかった可愛い全然変わってなかった。可愛いです。ヨダは大人っぽくなってる。本当？本当？私大人っぽくなってますか。いやそれほどでもうわ、来た。今日低気圧なんですよ今日気圧低いから、久々に色気あるとよやってよっていうカンペが出てきちゃった。カメラの近くでどうしようかな。色気もあるとよ。お疲れ様でした。えらい私えらいって言ったら何でもやる人みたいになってる。はあ、そうやるんですけどね。えらいって言われるなら何でも。あ、すごいサイリウム振ってくれてる。優しい。ありがとう。ありがとう。すごいね。そんなことできるんだ。面白い。あ、かわいい。かわいいかわいい。アスカさんが、アスカさんが。これはどういう体勢なんだろう。膝枕チャレンジね。膝、あ、もう出てるやつ。さっき言ったやつだ。膝枕チャレンジ、こちらのぎさつの公式ツイッターで動画も見れますので、ぜひご覧くださいぜひぜひ。こちら山下美月も私が、撮影いたしましたので、山下美月の膝枕も公式ツイッターで見れます。見てください。あとついでなんですけど、ついでなんですけど、私も、美月に撮ってもらいましたので、ついでによかったら見てください。はい、色気もあるとよで5万人超えました。本当に色気もあるとよで5万人増えたんですか。
みんなどういうことだ色気の5万人今日は。じゃあ今日は色気ヨダで行かせていただきます。こんなんつけてますけど、はいはい、ではでは、お、また食べていいんですか。これは何だろう、ピスタチオか抹茶かすごい考えてて、まあ、どっちも好きなんだけど、できたらピスタチオがいいなって思いながら今から食べます。どっちだろう、どっちだと思います。あ、やばい、ピスタチオかな。ピスタチオやった、なんのうれしい、うん、一人っていうことを急に思い出して恥ずかしくなる。うん、美味しい。ああ、美味しいな。コメントを読んでみますので、いっぱいコメントしてください。お、パラシュートが落ちてる。あれか、買ってくれたのかありがとうございますははすごい、流れが早いぞ。鼻についてる、ついてないよ。ほっぺた引っ張って、そっち行こうか。いいんですかいいんですか。山のお膝どうでしたか。硬かった。何ケーキが好き。いちごかピスタチオかチョコか、いちごのタルトか。これは何だかわからない。もう一個なんかあるんですけど、何かわからないけど美味しそう。何でも好き、何でも食べたいですね。2022年を振り返ろうのコーナー、唐突に始まりました。毎度おなじみ、2022年を振り返ろうコーナーです。はい、主な出来事は2月に46時間テレビでねずこのコスプレしましたね。した。コスプレってあんまりする機会ないから、やっぱちょっとテンション上がりますよね。懐かしい。で、10周年のバスラは日産スタジアム、5月に日産スタジアムで、私は2日目からだったんですけどね、卒業生の先輩とかも出てくださって、なんか嬉しかったすっごい嬉しかったです、うん、7万人どうだった。あ、でも私その初日は配信で見てたんですよ。なんかみんなすごい、なんかいっぱい走ってるなって思ってたけど、本番自分がいざ出るともう距離が長すぎて、もうそれに必死すぎて。でも7万人ってすごいですよね。ふと7万人だって思うとめっちゃ緊張しました。でもありがたいなって思いながらやってました。もう七瀬さんともね、また一緒にステージに立てると思ってなかったから、うん、めちゃくちゃ嬉しかったはい、あとは6月から9月は量産型リコ放送。あ、すごい、なんかちゃんと書いて、ツイッターで量産型リコトレンド1位、寝姿やダンスシーンなども話題で全話でトレンド入り、ありがとうございます。今は DVD とブルーレイボックス発売してます。お願いします。懐かしいですね。もうそんなに時間が経つのか。5月、うん、
って8月は七瀬さんと北海道に行き、旅行も行けました。初めて乃木坂に入って初めて旅行に行けたんですよ。それがしかも七瀬さんと一緒に行けたのがすごい幸せで、いろいろ食べた、いっぱい食べたな。お寿司とかお肉も食べたし、朝泊まって朝は7時ぐらいから活動してお散歩したりとかして楽しかった。どうやって行き先決めたのは、なんかご飯食べてる時に、今年ツアーで北海道も行くんですよみたいな話をしてて、でなんか行きたいみたいな言ってくれて旅行、その流れで旅行に行くことになって、 LINE のやり取りで行きたい場所とか送り合ったりして、なんか私が動物園送ったら、私もここ行きたいってずっと思ってたみたいな言ってくれて行くことになってって感じですですね。で8月地元福岡で屋台を満喫、これも乃木坂配信中で見れます。めっちゃ初屋台、福岡人なんですけど初屋台でめっちゃ良かった。めっちゃ美味しかった本当に。でも冬とかは寒い中あったかいもの食べるのもいいですね。冬の屋台も行ってみたいな。はい、で10月マッサージチェア購入、これはまあ置いといてこれはね、でもすごく元取れそうです。うん、すごいお風呂上がりにこうしてコーヒー牛乳とか飲んじゃったらもう温泉ですよね、それはすごいよかった。お母さんとかも乗りに来て、全種類なんか4つぐらいコースがあって全部試してどれがいいとか言ってました。でも日によるんだよなあれ。で10月ウォンバットに似てくる、あーこれはそうだな、 J グループ国商国産プロモーションの記者会見でなんかの記事で私がウォンバットに似てきたみたいな私スクショしちゃったなあれ、面白くて家族 LINE に送ったもん、やべついに似てきたらしいとか言って。モノマネして、ウォンバットさつき山動物園でウォンバットの日っていうのがあってそう、我こそはウォンバットみたいな企画があって、ウォンバットに似てる人が立候補してなんか誰が1位かみたいなの決めるやつがあったみたいで、ちょっと来年狙ってる猫の、うん、はい、でこんな感じか。そうジャイアンパジャマ愛用、うん、まだ愛用してます、気に入ってる。で12月は飛鳥さん卒業シングル発売、年末へ向けて今ですね、年末まで頑張りたいと思います。飛鳥さんともたくさん写真撮ってご飯行って、あと何しようかな。あ、この間飛鳥さんに意味深なこと言われたんだよな。よだってなんか、あでもどうしようかな、これ言うのやめとこうかな歌番組の時に急になんか寝ないとダメな人なのみたいな聞かれて、泊まりに行っていいってことかなでも真夏さんに言ったら、レイトショーじゃないとか言ってなんだろう、なんか見たいものがあるんじゃないかとかいろいろ予想してました。アスカさんにつけられた、何か、爆弾、あー爆弾キャッチフレーズ、そう乃木中で飛鳥さんに爆弾おにぎりっていうキャッチフレーズをつけられましてね、
爆弾おにぎり。俺はね、いい感じに言ってくれてたから褒め言葉として受け取りました。爆弾おにぎりです。いつか大爆発して、びっくりするような珍事件起こします。言っちゃったこんなことこんなこと言っちゃったら怖いぞ。まあ起こすかもしれません、大事件を。そのコメント見てみよう。ね、飛鳥さん家に泊まりに行ったらね、もうこの上ない大爆発しちゃうかもしれない、うん、すごいいっぱいやばい、いい意味で事件を起こして。そうですね、いい意味で。悪い事件は起こさないよ多分期待しかない。色気爆発、え床張り替えてほしい。最近張り替えてないな。七瀬さんの家は、あ、行きますやばいやばいやばいすごいコメントがね、なんか滝のように流れてますね。最近水風呂入った、冬なので入りません。そう、ももちゃん家行った。ももちゃん家行って、お家に行ってめっちゃ綺麗だった。びっくりした、なんかえ店みたいなめっちゃ綺麗だった。で、あのカードゲームして、なんじゃもんじゃカードゲームしてずっとギャーギャー言ってた。でんちゃんも一緒に行ったんだけど、3人でずっとカードゲームしてた。清楚なワンピースですね。ももこちゃんありがとうございますありがとうございます。愛用させていただいております。そう、でも今日はクリスマスパーティーみたいな企画だったので、そうクリスマスっぽいかなって思ってこれにしたんですけど、そうこれもね、ももちゃんのブランドの服、ちょっと見えるけどフィルムのやつ、なんかおしゃれ着。私普段着が結構ダルダルなのでダルダルっていうと、割とスウェットとか、なんかスウェットにジャージとか多いので、こういうなんかね綺麗な服も着ていこうと思います。そう、今年の占い、そう真夏さん家でご飯食べた時に占いの本があって、今年はその綺麗めな服を着るといいみたいなことを書いてあったので、淡い色とかなんかいい服を着ると運気が上がるって書いてあったんで、そうだからもう今年、あ、来年2023年の占いでそう言ってたから、ちょっとイメチェンもあるかもしれない。めっちゃ占いしたんですよ、これぐらい分厚い占いの本があって、真夏さんち、それをみんなで見て、4人で見て、全部一人一人蓮華が読んでくれた。で、面白かったから私も買おうかなと思って。え、なんだろう、星料理手伝った料理や真夏さんがやってくれましたすごい、もう着いたら出来上がってて、なんか写真を撮ったんですけど、もうすごいお皿とか箸置きとかまですっごい可愛くて、でもうちのお母さんが、あの弟を真夏さん弟結婚してくれないかなってずっと言ってる真夏さんみたいなお嫁さんが弟にできたらもう本当にこれ以上はないよねとか言って弟高校3年生なんですけど、そう本当にでも確かに真夏さんと結婚したい、うん、国民の嫁ですからね、確かに
いいな、国民の嫁、いいな、私も国民の嫁になりたい。絶対無理だ。国民のペット？国民のペットはちょっと嫌かも。人間だから。国民のなんだろう。ペットなの？私。なん？国民の妹。国民の妹。あ、ダメだ、もう5期生いるから。4期生もいるし、もうそのキャラじゃない。 ダメだ、国民のウォンバット。 どういうこと？ どういうこと？ワインさんいるから、国民のウォンバットは。なんか考えます、そのうち。コメント、国民のヨギボー、面白い、センスある。すごい、国民ののコメントしかないよ。すごい、みんな考えてくれてる。 いいよ、もう大丈夫だよ。 スクショタイム、スクショタイムやりますね。あ、これは膝枕チャレンジの時のやつ。クッションタイム。どう？大丈夫そう？ダメ？え？こっち？逆？ここか。なんか斜めってない？こうか。全力でぶりっこして。ね、なんか言ったらいいセリフを教えてください。ちょっとアドリブはきついよ。にゃ。にゃ。今日絶対ケーキ食べるんだから。 にゃんにゃん勇気。にゃんにゃん勇気。えらい。 来年うさぎ年ですからね、耳も生えるわ。よいしょよいしょよいしょ。ぴょんぴょん勇気だと。マジか、ぴょんぴょん勇気が初めての試み。ぴょんぴょん勇気。うさぎの耳見えてなかった。ぴょんぴょん勇気。何でもできて偉い。そう、何でもできるんだよ。 何でもできるんだよ。そうなんですよ、なめんなよ。前は出して、本当に後輩とかが見てないといいな。 そこだけ、そこだけだな。
見てないといいな。あ、そろそろお時間がやってきそうです。そう、このポスターは今日しかもらえないんですか？今日しかもらえませんこのポスター今日だけらしい。結構大きいですよ。こっちか これもらってくださいね、ぜひ。そう、ここの下のリンクから買えばこれがついてくるって言ってますぜひ、あの、ぜひぜひぜひ最後にいちご花クリームで締めてください。マジで？マジで？マジでやっちゃうの？いちごに可愛く花クリーム？いちごに可愛く花クリームってどうやってつけるんですか？こうじゃない？いちごを取って、あ、なるほどなるほど、オッケー。じゃあ、すとこでやるか。あ、いちごさんだぞ。おいしそうだな。いただきまーす。あー、うん、ついちゃった。ついちゃった。ぐるぐるー、えい、今日のスタッフさんは意地悪です。意地悪です。でもやらないと後で何されるか分かんないんで超良かったですって。超、ちょっと貸してください。超良かったです怖いですよね、横でこれさ文章書いてこんなね、ありがとうございました、見てくれて。乃木撮、そう、乃木撮の宣伝です。こんな鼻クリームつけてますけど、乃木撮ボリューム3よろしくお願いしますはい、あのショップのとこからぜひ見てみてください。777ページです覚えやす。え、777枚、間違った、すごい嘘ついた、777枚です。ごめん、危なかった。21時までできる、買える、21時まで購入可能です。21時1分はダメです、時間厳守OK です、 OK です。ありがとうございました。やばい、なんか何年ぶりに鼻にクリームついてるんだろう。なんかね、チョコ食べちゃおう。うん、ご満悦です。ありがとうございました。またどこかで会いましょう。じゃあね。